ガイウスマリウス、ガイウスマリウス、紀元、全157年紀元前86年1月13日は、共和制ローマ末期の軍人、政治家、同盟の祖父、父と区別して、ガイウスマリウスガイウスフィリウスガイウスネポス、ガーゼマリウス CFCN、ガイウスの孫にして、ガイウスの子たるガイウスマリウス、あるいは息子であるショーマリウス、に対して、オーマリウス、とも呼ばれる。 平民出身の軍人として、キンブリテウトに戦争で歴史的勝利を収め、合わせて大規模な軍政改革を行った。軍政改革では、市民平成から職業軍人への切り替え、武器事弁から装備の一律支給、訓練内容や指揮系統の改革、果ては退職金制度や高小期の制定まで多岐にわたる改革を成し遂げた。この制度は、 平成時代を含めて長らく、ローマの軍事制度として、継承さた。政治的には、ポプラレス、民衆派の英雄として、共和制末期に、計7回の執政官就任を果たし、一時は、独裁的な権限すら獲得していた。彼の民衆派の指導者としての地位と活躍、及び革新的な軍政改革は、ローマを帝政へと導く援因の一つとなる。 彼の妻であるユリア・カイサリアは、ガイウス・ユリウス・カイサルのおばであり、マリウスは、叔父として、カイサルの政治基盤に、多大な影響を残した。紀元前157年、ラキウム地方の都市アルピヌム、現、アルピーノに、同盟の父ガイウス・マリウス・ガイウス・フィリウス、ガイウス・マリウス・ CF と母・フルキニアとの間に生まれた。グラックス兄弟の中間で、ほぼ同年代であるほか、 マルクス・トリウス・キケロとは同教者であったキケロのマリウスへの評価は同時代人の評価を参照。この地域の住民はラテン系の都市が存在したことからラテン市民権が与えられていたがローマ市民権に格上げされたのは紀元前188年になってからという信仰地域であった。マリウスは多くのローマ人が持っているような個人名、氏族名、家族名の三つでなく 個人名、氏族名の二つしか持たなかった。ローマでは、出身氏族の名が統一祖先を示す名字として、個々人を識別する個人名が名前として機能した。その上で、高い業績を過去に挙げた者が、他の氏族の名乗りを用いる人々と自己と区別するに、家族名を用いた。したがって家族名を持たなかった人々は、無名の一族、農作法もであったということであり。 ガイウス・マリウスはまさにそうした出身であった。通説では、貧農の家柄であったとされるが、単に対抗を挙げた血族がいなかっただけで、それなりの地位、騎士階級などではあったという説がある。加えて、出身氏族であるマリウス氏族についても無名に近く、数ある氏族の中でも、権威のない一門であった。マリウス氏族が、歴史によく知られた名族となるのは、 彼の登場によってである。マリウスが幼少の頃、七羽のヒナが住む、ワシの巣を見つけたことがあり、ワシは三つ以上の卵を育てないと言われていた、ケニンは珍しいこともあるものだと感心した。ワシは、ローマ神話に登場する神聖な動物であり、この出来事は後に、マリウスが七回の失勢感染室を果たす吉兆で、あったと理解された。またワシは、 共和制末期から帝世紀にかけて軍と元老院の象徴とされたが、これはマリウスの知性によって行われたもので、本人も足を特別視していた様子が伺える。マリウスは武骨な人物であったとされ、風貌についてはプルタルコスは、今日残されている彼の共存が示す通り、常に不機嫌そうな表情を浮かべていたと書き残している。彼は頑健な肉体を持つ、 男性的な青年であり、娯楽に満ちた、都市生活よりも、軍での従軍の方を好む気質であった。彼にとって、当時のローマ人が教養としていたギリシャ文化など、大敗した概念で、近く奴隷に、それを学ぶことも全く若げた行動だと考えていた。ローマ軍が、イベリア半島の完全征服を目指して、ケルティベリア戦争を引き起こすと、マリウスは、兵士として志願した。 マリウスは一騎打ちで敵兵を打ち取る武勇を見せて、軍内で昇進を重ねている。遠征軍を率いる小スキッピオからも調和を受け、二十代で爆料、トリブヌスミリトムに指名されている。小スキッピオは、晩さ会で、かつては、あなたの叔父、大スキッピオが、そして今は、あなたが蛮族との戦いを勝利に導いた。しかしあなたも亡くなられた後は、 誰が導くのかと将軍の一人が尋ねると、傍らに着席させていたマリウスの肩を叩いて、ここにいるだろうと答えたという。ショースキッピオはマリウスの被護者として、物心両面で大きな影響を与えたと言える。マリウスは様々な戦いを転戦して、軍歴を重ねた後、紀元前百122年に官職選挙に立候補して、クルッスサホノルムのスタート地点である財務官。 クワエストルに当選する。正解で、彼が協力を仰いだのは、父の代からの被護者、パトロヌスであった、カエキリウス氏族のメテルスケであった。罰族派であるメテルスケの支援で、平民政治家の登竜門である五民館に当選、元老院議員の地位を得た。これは、平民の被護者である五民館を手駒にしようとする、罰族派の意向が働いていたが、マリウスは、五民館として、 富裕階級の投票権を制限する法案を可決させた。メテルスケや門ツ派はこれに激しく反発してマリウスと敵対した。マリウスは自らの政治的姿勢が民衆派に立つものであることを示すとともに民衆から勇敢な政治家との評価を獲得した。人気を得たマリウスは古代官職の一つである造営官。 アエディリスの有力候補となったが、メテルス家の猛反対によって、感触を取り逃がした。マリウスは諦めずに今度はさらにインペリウム、保有職である、法務官、プラエトル選挙に出馬、当選を果たして、インペラトル、軍事機関となった。反対派は選挙違反の容疑で、マリウスを訴えたが、元老院とケンソルはこれを否定した。マリウスは、プラエトルとして、無難に行動した後、 翌年には、全法務官権限、プロップライトルによりイベリア島のルシタニア総督へ指名された。総督時代に軍を率いて、領内の反乱兵討伐に功績を挙げて、任期終了により帰国した。帰国後、マリウスは、失勢官選挙に立候補すると見られていたが、何の公職にもつかずしばらくの間は休養生活を送った。この間に、 長年独身を貫いていたマリウスは、突然ユリウス氏族カエサル家の子女ユアと結婚した。ユリウス氏族は、パトリキの一族であったが、カエサル家自体は、あまり有力ではなく没落した貴族であった。ユリアとの間には、後継ぎとなるショーマリウスが設けられた。また、ユリアの老いに、ガイウスユリウスカエサルがいた。紀元前109年より、ヌミディア王ユグルタによる、 ヨグルタ戦争が発生。この年の失政官で、メテルス家の党主クイントゥスカエキリウスメテルスの副官、レガトゥスとして、マリウスも参戦し、翌年のムトゥルの戦いでローマは、ヨグルタ軍を破るが、戦争が長期化し始めたことで兵士の間では、メテルスへの反感が募っていった。一兵士からの叩き上げであるマリウスは、前線の兵士たちから支持を集めていたので、 何人かの機関兵は、メテルスより、マリウスが、司令官に、ふさわしいと書き残している。マリウスとメテルスはもともと遺根のある、間柄であったが、兵士たちの態度はそれを焚きつけた。失勢官出馬を考えていたマリウスに、元パトロヌスであるメテルスが二十歳の同盟の息子、メテルスの立候補を支援の条件に出したと、伝えられている。一方で、マリウスも、 メテルスの友人がユグルタに欺かれて、拠点の一つを奪われる失態を犯すと、他の将軍たちと共にこの人物の処刑を求めている。メテルスは、友人の処刑を認めざるを得なくなり、他の将軍たちは同時に、メテルスを慰める発言をしたが、マリウスはむしろ、メテルスを嘲笑する発言をしたと言われている。紀元前108年末、マリウスはついに軍職を辞して単身ローマに戻り、 ユグルタ戦争の早期終結の公約を掲げて、執政官に立候補した。新人であるマリウスの選挙は苦戦が予想されたが、五民間と民会は、熱烈にマリウスを歓迎して、彼を新たな執政官に選出した。ユグルタは、ローマ軍の貴族や軍公官に賄賂を使った、買収工作を繰り返しており、軍上層部や元老院が著しく腐敗した状況にあることが、 明るみに出ていた。民衆は従来の権力構造の外からの人材を求めていたのである。各して泥沼化の責任を取る形でメテルスは更迭され、マリウスが新たな遠征軍司令官となった。部下により司令官を更迭されるという前代未聞の恥辱にメテルスは涙を流したと言われている。引き継ぎに訪れたマリウスとの会見も屈辱に 耐えられないという理由から拒絶して、元老院からのヌミディックス、ヌミディアの征服者という称号と共に足早に認知を去ったという。しかもメテッテュスは去り際に同僚執政官のロンギヌスに指揮権を譲り、そのロンギヌスはもう一つの脅威であった北方の蛮族に備えて出兵してしまった。マリウスは既存の制度では十分に戦争が遂行できないと判断して、 大胆な軍政改革を元老院で可決させた詳細はマリウスの軍政改革後世への影響を参照。マリウスの軍政改革の結果生まれた新生ローマ軍はユグルタ戦争に勝利する。これはもちろん軍事的な勝利を伴ったが決定的であったのは外交戦であり、それを担当したのはマリウスの副官を務めたルキウス・コルネリウス・スルナであった。 スーッターは、マリウスの軍事的勝利を背景に、ヨグルタを支援し続けたマウレタニア王国の怪獣に、成功し、ヨグルタを関係を持って捕らえさせ、戦争は終結した。外戦式を行うマリウスに対して、自身の功績が無視されたと感じたスラはマリウスへの、嫉妬と野心を抱かせ、勝利の功労者は自分であると主張した。しかしより重大であった次の戦いでマリウスは、 自らの軍事的再核をさらに示し、ヨグルタ戦争の勝敗は過去のこととなった。紀元前105年末、民会はまだアフリカにいるマリウスを紀元前104年担当の執政官に選出する。この異例の決定は、先に述べた北方の蛮族であるキンブリ族とテウトネス、族が各所でローマ軍を破難化しているためであった。当初、 クイントゥス・セルイリウス・カエピオが万族に対処したが、名門貴族に属するカエピオは、平民出身の同僚を率いる軍と強調せずに、戦いを挑み、寒布なきまでに打ち破られて一説には8万人もの、ローマ兵が犠牲となった、アラウシオの戦い。この一件は単なる軍事的敗北だけでなく、共和制末期の元老院のおごりや腐敗が、 頂点に達したことでもあり、ローマ市民の元老院への不信と民衆派の対等に大きなきっかけを与えた。勢いを得た蛮族は、総勢で三十万を超す兵士とその家族を引き連れ、他の蛮族とこせり合いながら、ローマ領内へ迫りつつあった。権力の集中を恐れる共和制ローマで、失勢官の連続当選は禁じられていが、民衆は独裁者よりも、蛮族をさらに恐れた。 以降、マリウスは、キンブリ戦争終結まで4年連続で、執政官に当選し、戦争の総責任者として独裁的な権限を、振るった。一説にマリウスは、同僚執政官すら選ぶ権利を持ち、自らに従順なものから指名していたという。紀元前104年1月、この年は、ゲルマニア人は目立った難化を示さず、ひとまずマリウスは、 ユグルタ戦争の外戦式を挙行した。外戦式が終わった後、ユグルタは王の装束を剥ぎ取られて裸にされた上、耳飾りを耳たぶごと引きちぎられて牢獄に放り込まれ、6日後に発狂死した。マリウスは元老院での生務より、軍の訓練に情熱を傾け、特に全軍団兵が鎧、兜、剣、槍、工具、食料袋などを全て一式にまといて担ぎ、 公軍するという戦術を徹底的に叩き込んだ。不評の迅速な行動を可能とした。この戦術はマリウスのロバと呼ばれ、重労働から高い忠誠心と体力を必要としたことから、ローマ兵たちは冗談まじりに勤勉な兵士を指す際に、この言葉を用いたという。紀元前103年にマリウスは、古民館に自派のルキウス・アップレウス・サトゥルニヌスを選出させている。 紀元前102年、再び蛮族が南下を開始したとの法を受け、マリウスは全軍を率いて、属州ガリア・キサルピナへ行軍した。アルプス山脈と地中海に挟まれた、現在のプロバンス地方の到着した、マリウは、ローヌ川沿いに陣営地を建設して、敵軍を待ち構えた。現れた軍勢は、キンブリ族と同盟を結ぶテュートン族とで、マリウスは、 復讐を流行る兵士たちを抑えながら、後方に軍を下げて、機械を用心深く待った。温泉地であるアクアイセクスティアへに到達したところで、痺れを切らしたが単独で、陣地に攻めかかってくると、まずこれを撃退して、戦力を削った。そして、アンブロネス族への勝利の後に副兵を配置して、テュートン族が遅れて続くとこれを、包囲殲滅して、テュートン人の王、テウトボドを捕獲した。 アクアイセクステアへの戦い。圧勝の後、元老院の死者が5度目の失聖官が決定したとの公文書を届け、マリウスは兵士たちの歓声に包まれながら、戦場で月桂樹の冠を受けたという。その有名は後世にまで残り、マリウスが勝利した古戦場は、サントビクトワール山、聖なる、勝利の山と呼ばれるようになった。だが、同時期に、 マリウスの同僚執政官、クイントするタティウス・カトルスは、キンブリ族を抑える手はずに失敗して敗走していた。マリウスは直ちに軍勢3万2千名を東に向けると、カトルス軍の残存兵2万300名を合流させて、キンブリ族を迎え撃った。キンブリ人の王、ボイオリクスは、テュートン族らを破ったマリウスに敬意払い、護衛兵のみを連れて、マリウスの陣営地を訪れると、 両軍の決戦場を定めようと提案した。マリウスはこれを受けて立ち、ウェルケラへの平原で3日後に、両軍は相対した。マリウスはカトゥルスに中央の防御を命令し、自らは両翼に直営軍3万2000名を2つに分けて配置する陣形を組んだ。キンブリ族が中央陣地に攻めかかったところを、マリウスが自ら率いるローマ機兵、投資と剣で武装していたが、 キンブリ騎兵を撃退、そのまま側面から攻撃してキンブリ族を殲滅した、ウェルケッタへの戦い。二度にわたる圧勝でキンブリ族、トゥートン族、アンブロネス族は、歴史上から存在を消し、二つの部族の王はマリウスに捕らえられた。他に続くと思われていた蛮族たちは、ローマに恐れをなして北方へと逃げ帰り、ローマを揺るがした危機はついに解決された。民衆はマリウスを、 ロムルス、カミルスに次ぐ、第三の建国者と呼び、有力者や貴族はこぞって、マリウスを称える戦勝像や、記念施設を建設し、多くの贅沢品をマリウスに捧げたとプルタルコスは、伝えている。今やマリウスの権威は頂点に達し、平民出身である彼の権威はそのまま彼を支える、民衆派議員の台頭へと繋がったが、その中で、 カトルスやスッタなどを敵対する者も現れた。マリウスは副将であったカトルスを称えることを忘れなかったが、民衆は前の戦いで失態を犯していたカトルスをほとんど無視し、反対にその前のアクアエセクステアイで勝利を得ていたマリスの功績だと評した。これはカトルスの自尊心を大いに傷つけ、彼はマリウスと敵対する派閥へと転じることとなった。 紀元前101年、凱旋式を終えたマリウスはもはや慣例となっていた、毎年の失勢官就任について、これを続ける意向を示した。マリウスはすでに5年連続で失勢官となっており、これほど長期間、5年間もインペリウム保持者である失勢官として、ローマに君臨し続けた例はなく、その上に、平時もそれを続ければ、マリウスによる独裁を容認することを意味した。 加えてマリウスは戦争においては常に冷静でありそれが幾多の勝利につながっていたが政治家としてはむしろ激しやすく少しの理由で他者を粛清した民衆派と共にマリウスを英雄として叩いていた罰族派は再び敵対しこれに対抗すべく一層にマリウスは民衆派による言動員支配を強めていった同年には サトルニノスら民衆派議員の構成によって、ヨグルタ戦争の指揮官だったメテルスが議員資格を剥奪され、国外に追放されている。最終的に民衆派議員の支援と民衆支持を背景に、マリウスは6度目の失政官当選を決めた。マリウス当選により、民衆派による元老院支配は決定的になったかに見えたが、腹心であった。 サトゥルニヌスの存在が思わぬ失敗だった。マリウスはサトゥルニヌスを通じて職業軍人となった軍団兵に退職金を用意する制度の整備を進めた。元老院は財源不足を理由に反対の空気が大きかったが、この時マリウスは独裁的な権限を有していたので逆らえず、元軍団兵士に占領地などの領地を分配する制度を認めさせた。ながサトゥルニヌスは 次第に、マリウスの権威を盾にして横暴な振る舞いをせ、ついには、五民間選挙の対立候補を暗殺するなどの暴挙を起こしたことで、元老院最終勧告を言い渡されてしまった。サトルニノスはクーデターを望んで、武装を放棄したが、マリウスはこれに加わらず、軍を率いて、反乱軍を議事堂に追い込み水の供給を止めて投降させた。 この一件でマリウスは反逆者の汚名は避けられたものの、民衆派自体の勢いは、退庁し、政界からの引退を余儀なくされた。六度目の失政官人期が終わると、メテルスらが、国政に復帰する中でマリウスは家族を連れて、カッパドキアやガラテアなど東方族州を旅行するなど、陰遁生活を送った。帰国した後にマリウスは、市街地中心部へ邸宅を構えたが、平時の世においては、 マリウスの意向にも限りがあり、陳情の数は多くなかった。また罰族派はマリウスの復権を恐れており、スッラはその脅威を煽ることで罰族派の指導者となりつつあった。マリウスがスッラと罰族派への敵意を深める中、ローマはマリウスの残した軍政改革の結果、思わぬ戦争に引きずり込まれていく。様々な不平等に耐えていたイタリア半島内の同盟諸都市は、 軍政改革をきっかけとして、完全なローマ市民権を求めるようになった。そして、紀元前91年、古民間、マルクス・リウィウス・ドルススのローマ市民権拡大の提案に、ドルススの暗殺で応えたローマに対して、イタリアの同盟諸都市が大規模な反乱を起こしたので、ある、同盟戦争を。将軍として、ローマ軍に加わったマリウスは無駄な小競り合いを避け、 敵戦力を釘付きにすることに不信した。同盟士軍の主な司令官であったブブリウス氏ロプブリアスサイロが、かの対将軍なば私と一戦を交えるはずだと挑発したとき、マリウスは、一気打ちなら喜んで引き受けようと、一周したという。戦乱の中、ポントス王ミトリダテス六世は、同盟士戦争が長期化すると見込んで、 紀元前八十八年に兵を起こし、ギリシャ諸都市にローマへの反乱を促した第一次ミトリダテス戦争。元老院内はミトリダテス六世討伐軍司令官に誰を推挙するかで紛糾、罰族派はスラを民衆派はマリウスを候補者に掲げて争った。争いはマリウスの新たな復讐であった古民間。 プブリウス・スルピキウスルフスの猛烈なスッダへの反対運動によって想像以上にもつれ込んだが最終的にスッダは念願の失政官となり元老院によってミトリガテス緑星討伐を命令された。だが常に戦いによって英達を果たしてきたマリウスはあくまでも指揮権を望みスルピキウスに手勢を引き入らせてクーデターを決行スッダを支持する複数の議員が暴殺された。 スラ本人も危うくスルピキウスの兵に殺害され、そうになり、命からがら、マリウスの家に助けを求めたという。マリウスはスッラを助ける態度を見せつつ、裏で手を結んでいるスルピキウスの法案に賛同するように了承させ、マリウスへの指揮権以上を認めるスルピキウス法が可決した。晴れで、スッラを失脚させて、表舞台に復帰したマリウスだったが、スッラは、 民衆派に抑えられたローマを脱出して、軍の掌握に成功していた。とはいえ、元老院とローマが抑えられていては、スラ軍は俗軍であり、かつすでにこの時代にはローマは、不可侵の土地とする慣習が成立していた。だがスッダは、元老院の正常化を大義名分に、首都ローマへ侵攻する暴挙を起こした。警備用のわずかな兵士しかいないローマに取り残された、民衆派の議員たちは、 完全に浮き足立ち、混乱の中でマリウスは、ローマ住民から、市民兵を集めてす、だと退治したが、市民兵は、連土や、装備の面で、軍団兵にかなわず敗れ去った。皮肉にも、職業軍人のローマ軍を作り出した、マリウス自身が、市民兵より、職業軍人が優れていることを証明する形になった。スラ軍によって、スルピキウスラは殺害され、 民衆派の議員は、ローマ国内外へと亡命していった。マリウスも妻ユリアや息子のショーマリウス、老い、姉、マリーアの息子のラを伴い、オステア港から北アフリカへと逃れていった。強風による航海の不調や、各都市での追悼を逃れながら、各地を点々としていたが、ミントゥルナへ、ミンターニーにたどり着いたところでマリウスはの都市の市議会によって捕らえられた。スラによる、 討罰例を知っていた、市議会は直ちに、マリウスの処刑を議決した。しかし実際に実行するとなると、誰もが、かつての英雄に歯を向けることをためらった。市議会は紛糾した末、ローマ人と違って、マリウスに憎しみしかないであろう。滅ぼされた、金ブリ族の奴隷に真女に忍び込んで暗殺するように、命じた。だが奴隷が深夜に、ベッドへ忍び込んだ時にマリウスは起きており。 事態を察すると動揺することもなく、何時に勇気があるならば、殺すが良いと告げたという。キンブリヒト奴隷は剣を捨てて逃げ帰り、議員たちに、我々は、あの男を殺せないと懇願したという。紀元前87年、スッラは新しく執政官に当選した、ルキウス・コルネリウス・キンナラに工事を託し、ギリシャとコアジアの反乱制圧のために遠征する。ここでキンナはスッラを裏切り、 マリウスなど民衆派の復権とスルピキウス法の復活を目指す。もう一人の失政官であるグナエウス・オクタウィウスが拒否権を発動して失敗に終わるが、マリウスが兵を率いてアフリカからローマに戻り、ローマはマリウスと金なの手に落ちる。マリウスは罰族派、スラ派のみならず、スッラの提案したマリウスを国族とする法律に反対しな方多くの人を殺害した。 マルクス・アントニウス・オラトル、マルクス・アントニウスの祖父や、ルキウス・ユリウス・カイサル、ガイウス・ユリウス・カイサルのオジラ・コンスル経験者を含む、老院議員だけで50人、騎士階級の者に至っては1000人を超えたと言われ、おびただしい数の首が、ホルムの前にさらされた。復讐を果たしたマリウスは復讐であるキンナと共に、民会から執政官に選出され、 これはマリウスにとっては7回目の失政官就任となり、共和は世紀においても歴代最多の失政官経験数であった。マリウスはスッラの軍勢と相対すべく準備を始めたが、失政官就任式の直後に病状、腹膜炎であったとされるが思わしくなくなり、式を悟ったマリウスは一族や側近たちを集めた晩餐会で後継者道を指名して、 自らは病床に付した。後継指名から5日後、失政官就任から13日目の紀元前86年1月13日、マリウスは持病の悪化により死を迎えた。70歳であった。指導者であるマリウスを失った民衆派は残された金ナの手に委ねられた。金ナは空席の失政官を自派のフラックスによって埋め。 続いて85年84年も執政官を務めて、スッダラオプティマテスの対抗を続けた。金河は小アジアにフラックス率いる援軍を差し向け、ポントス王国とスッダを挟み撃ちにしようとしたが、スッダに敗北したポントス王国は単独で和平を結び、遠征軍もスッダの側に寝返ってしまった。スッダの勝利に焦った金河は、遠征を試みるが、その途上で自己死した。 立て続いて指導者を失った民衆派は失政官となったマリウスの息子ショーマリウスを新たな指導者に掲げて激しい抵抗を見せたがショーマリウスはサクリポルトゥスでスラ軍に敗北、自害した。ローマに入場したスッターは埋葬されていたマリウスの遺憾を掘り起こすと魂の復活を避けるためにテュベレ川へ流したというローマ入場後独裁官に就任したスッラによって 民衆派は粛清された、スッダの死後に台頭したマルクスリキニウスクラッスス及び、グナエウス・ポンペイウスと手を組んだ、民衆派のカエサルが、第一回三党政治を結成、民衆派の復活につながった。後に、カエサル暗殺による騒乱の中、マリウスの楽院を自称するという人物が民衆派の残党を率いたとの伝承が残っている。アマティウス派は、 罰族派と手を結んだマルクス・アントニウスによって取られ、カエサルの祭壇を設置するなどの行動に加え、マリウスの末裔を語る戦勝者、サダマリアス、プセウド・マリウスであるとして処刑された。この一件はすでにマリウスがローマにおける権威の一つとして認識されていたことを示している。ガイウス・マリウスが共和制ローマにおいて重要であるのは、 共和制ローマの崩壊へとつながる数多くの要因が彼の言ったことの多くと関連するからである。彼は新人、ノースホモと呼ばれる先祖に元老院議員を持たない従来の共和制ローマの指導者層の外からやってきた指導者であった。それまでのローマ軍兵士の前提条件であった土地所有階級のローマ市民から徴兵するという制度を変更し志願性を採用して 土地を持たない、無産階級の兵士を募った。この改革のもたらした結果は、ローマ軍がその軍を編成した将軍の士兵になって、行くというものだったとされる。それが、その後の共和制ローマ内部の清掃やカエサルのような人物を誕生させ、帝政ローマへと変貌していく、大きな要因となったとされる。またマリウスは、ユリウス氏族カエサル家の女性と結婚したことから、血統として、 老いとなるガイウス・ユリウス・カエサルの政治姿勢にも少なからず影響を与えた。年若いカエサルの除名を嘆願する身内の議員たちに、スーッターはあの青年の中には多くのマリウスがいると呟いたと伝えられている。もっとも、ユリウス氏族は長い伝統を誇る一族ではあったが、それほど有力な一族ではなかったので、マリウス個人の立場にはあまり関係はなかった。マリウスは、 疑いなく、優れた才覚を持つ、軍司令官であり、多大な軍事的功績によって、ローマに繁栄を与えた。しかし晩年のスッダとの内戦は、彼の輝かしい名声を曇らせることにつながった。内戦の過程で行われた、スッダのローマ占領も批判されるべき行動ではあったが、内戦のきっかけであったスッダからの軍事危険剥奪も、また政治的正当性の薄い行為であった。 膨大な数の騎士と貴族を処刑したことや、功績を背景に強権を振るった行為、そして彼の軍政改革は、ローマの共和制に止めを刺すことになったのである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。